はい皆さん毎度毎度この手のカットね好きな人嫌いな人いると思うけどね私このカット嫌いだからやりたくないのそょっとね需要があるからね無理やりね違う頭にしてもお客さん納得しないからねだって嫌なんだもんってまあ、心の裏側はどうなってんだかねやっぱり苦手意識っていうのがあるのかもしれないよね統計学的に言うとねこのショートボブに切ってくださいっていう人がね10人いてねでまあ言われた通り切れば、まあ、8割がいいっていう,いうかもしれないよねでその で、美容師さんが嫌だからってんでね、その、ショート分に切らないと、その8人が全員来なくなっちゃうってことだよね。でも、美容師さんがね、違う頭進めたら、まあ、これでもいいわって、我慢して残る人がね、数パーセント、100人いたら、1人か2人いるかもしんないよね。で、その1人が、1人2人にね、いいっつってんだからってんで、来なくなった人のね、ことを忘れちゃうと、まあ、統計学的にね、何十人も損してるってことなんだよね。 まあ損しててもね、本当に数パーセントの人がね、一人か二人来てね、それでいいっつってんだからってんで満足してるっつうのかね。何十人も失脚してるのを、そういう事実を見ないっていうのかね。蓋をしちゃうっていうかね。あと、うちはね、前から後ろに切り上がってくるんだけどね。これ前から後ろに切り上がっていくと、後ろがね、こういう風な部位になりやすいのよ。V になったからどうなるのって言ったら耳の後ろがね、長くて重くなるんだよね。 じゃあ、後ろから切っていったらどうなるのって言ったらね、まあ傾向としてはね、後ろから切っていくとどうしても横をさ、切っちゃうんじゃねえかななんかこう、前下がりになりきれなくて。ショートボーブね、カット慣れしてる人だったら、そこから黄色い線みたいにね、角度調整してね、前下がりにぐーっとね、切り下がることができるけどね、これ、ただ単にね、ガイドラインに合わせるんだ、揃えるんだ、後ろに引いて切るんだなんてやってるとね、気がつくとね、横を切りすぎてんだよね。 でで鏡見た時お客さんがねムッとした顔してたりね不満足な顔してたりしたらねもう凍りつくよね <laughs> ショートボブのカットはね直線にこだわると失敗しやすいよね多角形に切るってことかなほんでさこの中途半端な高さの位置をね曲線に切るっていうのもこれ中途半端で切りにくいよねだから多角形に切った方が無難で簡単じゃない考えやすいんじゃないかなと思うんだけどね皆さんどう思うかね はい、お疲れ様でした。